お前が先手だ。よろしくお願いします。それではお相手の方は初段の方ですね。さあ早速鬼殺しやっていきたいんですが、嬉しの竜ですか。さあ嬉しの竜と鬼殺しめちゃくちゃ相性悪いんですが、やっていきましょう。妖竜四間飛車、囲いはほどほどにして、立石竜、この時なんですよね、桂がめちゃくちゃ邪魔なんですよね。2分30秒。これ棒銀の定石としては、まあ普通は銀上がりですよね。こうやって歩で受けられるとちょっとそこが弱くなっちゃうんで。これはもう取りましょう。働いてないんで。いやー、歩切れが怖い。歩切れが怖い。いやー、このタイミングで来るか。確信出るってことですかね。こうか。ギリギリ耐えてるような気がします。角がもし攻められたとしても、2分、これはいいでしょう。もう出よう。どっちにしろ自利品なんで。叩きの歩打ち、これは銀打ちの方がいいか。ここで出ましょう。さあこれはうまく立ち回れてるような気がします。一回引いて、1分30秒。これは一回引、これはもうしょうがない。これは打たないとしょうがない。で、持ち込んで、うん、まずいか、これギリ耐えてるか、ギリ耐えてるか。あの角打ちがファインプレーだったんじゃないですか。1分、ん、いやこれ詰めないといけないですよ、もう。いや大丈夫か。
積んでるか。あ、これで積みですね。いやー、ギリギリいってさ、いや、まだ積んでない。あ、よくぞやった。積んでたかもしれないですね。いや、投了やむなしだと思います。いや、ギリギリ勝てました。ありがとうございました。まだまだ、よろしくお願いします。それでは相手の方、一級の方ですね。さあ、鬼殺しやっていきましょう。鬼殺し、それは飛ぶ。あー、飛車振ってから飛んだ方が良かったか。それを、難しい。難しい。歩ついてこられるのが単純に、あ、そうですね、嫌ですね。2分30秒おお。実は危ないですよ。攻防の角、ん？なんだそれ。クリックミスでしょうか。これはラッキーですね。2分には積みはないか。成功で詰めろかけといて、まあ、それは罪ですよね。これでしっかり攻め切る。ちょっとお相手クリックミスあったかもしれないんですが、勝ち切れてよかったです。ありがとうございました。